はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。本日も石破政権を叩いていきたいなというふうに思ってるんですが、まあまたですか、大炎上しているということなんですよね。まあ企業からしたらさ、そらそうですよねと、文句の一つ二つ言いたくなるよねという思い、すごくわかるんです。まあ何かって言ったら賃上げですよね。賃上げしろ賃上げしろ、物価高に実質賃金が追いつくまで賃上げしろ賃上げしろみたいなことを言うわけですよね。でも賃上げしろというだけであって、実際に賃上げするのは企業じゃないですか。でよくネットとかテレビ記事に出てくるのは、あの 5.何%賃上げ成功、春闘大成功みたいな話出てくるけど、あれって大企業なわけですよね。ほとんどが大企業のことを言ってるんですよ。で中小零細、特にね小規模とか零細事業とかは本当に苦しいです。でも上げなきゃいけないわけですよ。なんで上げなきゃいけないかって言ったら、上げなかったらさ、従業員から言われるわけですよね。なんでうち賃金上がんないんですかと、 5% とか上がってませんよね、なんでうち 2.8% なんですか、じゃあボーナスたっぷりくださいよみたいな、まあ、そういう話になるわけですよね。でもね、政府は賃上げ賃上げ今も言ってるわけですよ。もうそれに対して中小企業がいい加減にせよと、お前ら口ばっかりで何にもしてくれねえんじゃねえかと。大企業だけは減税、法人税減税とかねありますけれども、中小零細ってないわけですよね。ただ賃上げする原資がなければ政策金融公庫で安い利子で貸してあげますよみたいな。でハードルも低く設定しているので、少々苦しくたって賃上げするというところには融資しますよみたいな政策金融効果あると思うんですけれども、それ借金じゃないですか結局ね。だから中小が相当怒ってるよみたいな記事があったんですよ。まあだからね、その賃上げというのは分かるんですよ。賃上げしなくちゃいけないというのも分かるし、物価高を許容していかなきゃいけないというのは分かるんです。国民としてはね分かるんですが、企業としてはめちゃくちゃ大変ですし、社会保険料もそうですよね。今は折半ですけれども、折半にすると106万円を超えた人は折半だと一気に手取りが従業員減るわけですよね。だったら手取り減るのが嫌と言って従業員が辞める、他のとこ行くみたいになるぐらいだったら、折半じゃなくて企業が9割払って従業員から1割でもいいですよ。結局国に納める金額が変わらなければ、その歩合というのは企業が決めていいですよみたいな。だからうちの会社は106万円を超えたら社会保険料強制加入なんですけれども、1割しか取られてませんよというところもあれば、いやうちは普通通り折半で取られてますけれどもみたいなところもあるわけですよね。これもやっぱり働き側としてはさ、企業を選ぶ基準になるわけですよ。だって手取り減るわけですからね。で結果的に手取りは減るんですけれども、国に納めている社会保険料は満額納めているわけですからね。1割払おうが折半であろうが従業員は満額もらえるわけですよ、きっちりね。ということを考えたらさ、1割なのか5割なのかを企業で決めていいですよみたいなことに変わっていくみたいな話出てるんですよ、106万円の壁。これもどうかと思うんです。これができるのもやっぱり大企業だけだと思うんですよ。中小零細とか社会保険料めちゃくちゃ大変ですよ。厚生年金ね、折半でも相当大変ですから、マジで大変なんですよ。それをね、折半じゃ無理、あんたんところで働かんわって言われたらさ、これ変えなきゃいけないわけですから、64とか73とか91とかにね、変えなきゃ働き手が来ないというふうになったら、賃上げもしなくちゃいけない、社会保険料も折半じゃ無理だから多めに払わないといけない、じゃあ企業はどこで利益を出せばいいんですかっていう話ですよね。もういよいよ企業がブチ切れていますよという記事があったので紹介したいと思います。これはフラッシュの記事ですね。タイトルがバカの一つ覚えと、石破総理財界に大幅賃上げ呼びかけも非難の嵐、減税しろ社会保険料を下げろということらしいんですよ。まあそらそうですよ、もう冒頭で散々言いましたけれども、賃上げというのは分かるけれどもね、これは本当に賃上げって結局民間頼みなわけですよね。その民間を動かしたくて賃上げをお願いしますって言ってるんでしょうけれども、これね、どの口が言うんじゃと、お前ら賃上げ民間に言う前にやるべきことあるだろうということでね、減税とか社会保険料下げろとかいう声がね、企業側から溢れていますよと。で連合によると、2024年春闘での平均賃上げ率は 5.1%、 これ大企業だけですよ。33年ぶりの 5% 超えとなりました。10月の総選挙で手取りを増やすと訴えた国民民主党の躍進を意識したものとも言えそうですということなんですが、 5.1% マジで大企業だけだと思いますよ。まあこういう声が出てきていると、賃金上げるとかバカの一つ覚えだなと、大幅な賃上げに対応できない個人事業主や中小零細企業はどうするんだろう、
賃上げするぐらいなら消費税や社会保険料を下げた方がずっといいよと、本当その通り、まずはそこをやれよ、もしくは同時でやれよと。あと石破が大幅賃上げを言ってるらしいですが、政府がやるべきこと、減税とか社会保険料引き下げとかをやらずに、どの面下げて民間企業に給料を上げるとか言ってるんだろうと。政府いらないんじゃん。あとはいくら収入を上げようとも、受け取る前に半分近くも減っているようでは意味がない。今求められているのは大幅な減税と社会保険料の削減です。本当に企業側そうだと思いますよ。賃上げするね、そもそもの利益が乏しいところも今回は賃上げしたと思うんです。で、社会保険料ですよね。折半が折半はダメですよと。折半でもいいんですけれども、折半だと従業員これから働きてこなくなるかもしれませんよみたいな、そういう方向に変わりつつあるんですよね。106万円の壁を撤廃するって言ってますから。で、厚労省の調査によると、2024年9月時点で基本給や残業代合わせた現金給与総額は33ヶ月連続のプラス、これ名目ですよね。一方で物価変動分を反映した実質賃金は前年同月で 0.1% の減少、2ヶ月連続のマイナスだったと。ボーナス月はねちょっと良かったんですよね、実質賃金ね。まあボーナスが入ったからということでしょう。で、過去30年で見ると、アメリカや欧州諸国の賃金は 30% から 50% 程度上昇しているものの、日本の実質賃金はほぼ横ばいにもかかわらず、社会保険料の負担率は 1.5 倍にもなっていると。これが手取りが減る原因ですよね。まあ名目もそんなに上がってないんですが、名目はね緩やか、もう超緩やかに右肩上がりなんですよ。で、実質賃金はマジで横ばいなんですよね。で、生産性の話とか出てきてますけど、日本もね生産性が下がったわけではないんです。生産性も右肩上がりなんですけれども、まあ諸外国に比べて生産性の右肩上がりの度合いがベタなぎぐらいの右肩上がりなわけですよ。だから生産性も上げていかなきゃいけないんですけどね。あとはこういう声出てますね。賃上げ実現したいなら減税してと、企業に求めるだけでなく政府も協力しろ。企業がどれだけ額面を上げてもあなたたちが奪っていくではないですかその通り、本当その通りなんですよ。減税、社会保険料の削減が先です。社会保険料と減税は死んでもやりたくない、その姿勢本当に腹が立ちます。これはね、私たち国民の声、企業の声ですよ。確かにね、企業側に求めるだけではなくて政府もやっていますといえばやってますよ。さっき言ったようにね、大企業に対しての給料を上げたら法人税減税、ね、控除額引き上げとかやってますけれども、中小零細にはほぼほぼ関係ない話ですからね。だからね、今言われてるのは103万円の所得税の壁とか言われてるじゃないですか。どうするみたいな、手取りを増やすみたいな話が出てきてますよね。こうやって実際にずらしてだとして、手取りが増えるようになりましたとか言ってもさ、今までの政府だったら増えたんでしょう、だったらこの保険料を上げるよ、新たな保険料を作るよ、新たな税金作るよみたいな、そういうことをやって、そこからまた巻き上げようとするわけですよね。ほんとせこいことばっかり今までしてきたし、今回もおそらくそうなると思うんです。178万円まで仮に非課税枠になったとしてもですよ、非課税枠になったとしても何かしらの、だって非課税ですから税金はかかりませんけれども、保険料と税金って別じゃないですか。だから保険料は上がるかもしれない、社会保険料上がるかもしれないしさ、そういうことでね、なんとかこう取っていこうとする、もう泥棒みたいな政府ですからね。だからこうやって民間企業に対して賃上げって言うのではなくて、まずはお前たちがしっかり賃上げのための原資をばらまいてくれよ、中小企業にばらまいてくれと。何も現金を配れ、助成金を配れって言ってるわけではなくて、消費税の減税とか廃止とかね、あと社会保険料の減免ですよね。それをできるだけ やりやすくしてくれるようにすることがね、まず大事なんじゃねえのかなと思うけどね。まあしないでしょうね。だって178万円までね、壁をずらすと税収が減額してしまうんだみたいな、だから他で補填していかなきゃいけないのに、社会保険料まで下げたらダメなんだ、消費税まで下げる余地なんてねえよと、まあ、絶対言うわけですよ。だから今回178万円ずらしても、トリガー条項とかガソリンの話ありますよね、二重課税問題とか、あれってすぐに始まるわけではなくて、確か2026年度にちょっと揉みましょうみたいな、だから来年再来年にまで回したわけですよ。同時進行でするのはちょっと難しいので、今年は所得税の178万円を中心に議論していきましょう。ガソリン税については再来年から議論を始めていきましょう。いや、再来年から議論を始めるのはきっちりお約束しますんで、なんとか今回は所得税だけで勘弁してくださいみたいな感じでね、またガソリン税ね2年後から
議論を始めるということなので、一体いつになったらガソリン税が安くなるのか、まあならない、なりたくない、させたくないので、まあ先延ばし先延ばししてるんでしょうけれどもね。まあこういったことでね、石破内閣どん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 炎上して支持率下がっていけばいいんですよ。で、来年の7月までなんとか石破さんで頑張っていただいて、参議院選挙自民党ボロ負けという姿をね、ぜひ見てみたいなと思っています。はい、ここで皆様に2点お願いがございます。ぜひ動画を最後までご覧いただきたいなというふうに思っています。早速本題からいくんですけれども、2点目のうちの1点目ですね。 YouTube のチャンネルメンバーシップの登録、月額490円からとなっているんですけれども、そちらの方をね登録していただきたいなというふうに思ってるんです。まあ YouTube のチャンネルメンバーシップに登録して何かメリットがあるんですかと言われたらちょっと心苦しいんです。そんなにメリットは正直言ってないと思うんです。あなたに対して何か与えられるものはないのかなと思うんですけれども、とにかくね、伊達和則を応援したい、伊達のファンだよという方がいらっしゃいましたら、チャンネルメンバーシップ月額490円ですので、ぜひご協力お願いしたいなというふうに思っています。で、2つ目なんですけれども、いやいやいや、伊達和則を直接支援したいよという方がいらっしゃるかもしれないんですね。そういう方がいらっしゃいましたら、銀行振込でのご協力ご支援も受けたまわっております。銀行はみずほ銀行になります。で、口座情報は概要欄の方に載せていますので、そちらの方を、ね、ご覧いただいて、手続きの方を進めていただけたらいいかなというふうに思います。まあ僕としては直接支援がありがたいんですけれどもね、 YouTube のチャンネルメンバーシップとかスーパーチャットになると YouTube がごっそり手数料を持っていっちゃうんですよ。だから私に入ってくるお金というのは非常に少なくなるんですよね。それに比べて銀行振込だと、そのまんま私の活動費とかね、機材購入費とか、まあ、そういうものに充てられるので、できればね直接支援の方がいいんですけれども、まあ、直接支援でもいいし、 YouTube チャンネルメンバーシップでファンになる、伊達和則を応援するという方法でも構いませんので、ぜひご協力していただき、ご支援していただきたいなというふうに思っています。ということで、本日は2点皆様にお願いでした。以上です。ありがとうございました。